当館の時間に相当する。訓読みは、おほいものマウスのつかさ。当名は、あしょう、またはあえんじゅ。上昇ょえんじゅもんに次ぐものであることから言う。か位相当は三品、四品、または肖像くらい。天智天皇の下で設置された、御子大部や天武天皇の下で設置された、ナゴンがその前身とも言われるが、つながりは、はっきりしない。大ナゴンの名称が、 初めて現れるのは、アスカ・キヨの例においてであるが、大法律令、養老律令における、ダイナゴンと同じものであるかは不明である。養老律令の職員令では、その職償を、諸事を参議し、色相、戦時、自重、懇外を司さどると定めている。大臣と共に政務を儀し、宣下と相乗に当たることである。礼儀下では、大臣が、欠員、休暇の際には、 その代行をするものと説明している。君主の言葉を進化に伝え、進化の言葉を君主に伝える役割であることから、霊衆下では、中国の古典を引いて、の喉下の官と呼んでいる。定員は、はじめ4人であったが、慶運2年4月、その職務が重大でかつ過密であるため、ふさわしい人材で定員を満たすことができない、という理由で2人に原因された。この際、 大納言の原因を担うものとして、定員3人の中納言が設置されている。しかし、その後見官が置かれるなどして定員は有名無実となった。石棺政治期には石棺の金立ちを中心として認じられたが、陰政期には陰近神の極寒ともなった。大納言在任者は次第に増加し、後白河陰政期には10人に達した。 小白川の放御後、九条金真が、摂政に就任して、政治の引き締めを図った際に6人にまで抑えたが、後鳥羽院世紀には再び10人に復し、結局これが定員として長く定着することになった。この頃より、定身の価格が定まり、大納言は、ウリン家、名家、繁華の極寒とされた。南北朝時代以降は、政官は任命されず、ほとんどの場合、 喧官だけが置かれた。最後に、聖官に任せられたのは、三条西見えである。慶応3年12月の王政復古で、大上官が廃絶すると、大納言の官職も消滅した。しかし、その後、明治新政府が、数字の改装を続ける中で、1869年7月に、二官六将からなる政府が組織されて、大上官の名称が復活し、 その中でダイナゴンの名称を持つ官職が復活した。新設のダイナゴンには岩倉智美と徳大寺佐熱ツが就任している。そして、1871年7月には大上官がさらに三院八将に改祖されるに伴い、ダイナゴンの官職は再び消滅した。以降、同盟の官職が復活したことはない。ありがとうございます。